クローオンゲーム。クローオンゲームとは、主に既存のゲームのコンセプトやルール、および画像や音楽を流用して新たに作られたゲームの総称である。クローオンゲームは、大きく以下の二つに分類される。どちらも、著作権、特許権など知的財産権、法的な権利面の観点から見れば、違法、または、グレーゾーンに近いものである。なお、クローオンゲームとは、 ほとんどの場合、元となったゲームの権利者、制作会社などから許可を得ずに作成したものを指す。中には、権利者の許可を得た上で、さらにキャラクターや音楽を別物に差し替える形で、作成されたもの、高橋名人の冒険島なども少なからず存在するが、これらがクローンゲームと呼ばれることは、ほとんどない。名称は生物におけるクローンに基づき、 同じ顔の別個体が作られるというイメージから付けられている。この分野の歴史は非常に古く、1980年頃、パックマンやスペースインベーダー、ギャラクシアンなどの当時の人気アーケードゲームが当時のマイコン、パソコンの当時の一般的な小向けに移植されたり、別のタイトルを付けて無許可で販売されていたりなどといったことが一般的に行われていた。この当時は、 クローオンゲームという故障はまだ存在しないが、性質的には非常に近いものと言える。また、移植元タイトルの開発元から許可を得る前に制作が行われ、それが完成してから持ち込みで許可を得た上で、そのタイトルを関して公認の移植版として発売されるケースも少なからず存在した。クローオンゲームがフリーソフトとして販布されるのではなく、 商品として販売されるケースが多かったのは、この当時自作のソフトウェアを配布する手段が店頭での販売、もしくは雑誌へのプログラムソースコードの掲載程度しかなかったためである。テトリスやコラムスなどの有名なパズルゲームが登場して、以降はこれらのクローンゲームが非常に多く見られる。日本国内では個人が趣味で作成したフリーソフトウェアが多いが、海外では 企業が開発したものや、有料で販売されているものも多く、ズマ、原作は、パズループのように、クローオンゲームの方が有名になってしまった例もある。金銭を徴収すると、より質とされ、酷訴される恐れが高いため、フリーソフトウェアとして公開することが多い。かつて、日本国内で、コナミ、現コナミデジタルエンタテインメントの、ベマニシリーズを中心とした音楽ゲームが、 一大ブームを築いていた頃、1998年から2001年前後は、ビトメイニアやダンスダンスレボリューションなどのクローンが多く作られた。これらは原作のゲームとは違い、ユーザーが自由に曲データを作成できるのが大きな特徴である、主な音ゲームのクローンに関しては、BMS の項を参照。ドラゴンクエストシリーズやファイナルファンタジーシリーズを 元ネタにしたものなどの RPG、主にフリーソフトとして公開やゲーム、ジャンルは問わないなどのキャラクターをにしたアドベンチャーゲーム、主に導入ソフトとして公開に多い。前者はクローンゲーム、後者は二次創作ゲームと呼称されるのが一般的である。この項では RPG のクローンゲームについて述べる。これらは RPG ツクールで作成されていることが 大半であり、このようなハードルが低いツールが存在する影響を受けて活発となっている分野である。一部で有名となった作品の多くは、複数の原作のキャラクターを共演、クロスオーバーさせた、いわば、お祭りゲームの様相を呈している。これらには、ストーリー性の強いものは少なく、元ネタとなったゲームから、様々な街や、ダンジョンなどのマップ、イベントをつなげて作られており、 元のゲームの内容を知っているものを楽しませる、組み合わせもある。その一方で、T. ドラゴンクエストシリーズなど、世界観のみを曲がりした以外はほぼオリジナルに近い、作品も預かながら存在する。素材を自作する必要がないため、RPG ツクールの初心者にもとっつきやすい分野では、あるが、ゆえに打作が多いのも特徴である。その反面、RPG ツクールに、 標準で搭載されている戦闘などのシステムに一切頼らず工夫を凝らして自力で戦闘やシステムを作ってしまった作品も少なからず存在する。これらの作品は著作権法の観点から考えればアウトであるがそのほとんどは趣味一種のお遊びで作成され小規模で配布されるフリーソフトであるため元のゲームの権利者からクレームを受け 公開停止などに至った例はあまり見られない。ただし、オリジナルの楽曲、BGM などそのままの仕様は制作者側も避ける傾向にあり、第三者により作られたミディデータを用いることがほとんどである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。